な。次もね、僕太鼓叩くんですけどね、行きますね、主将がいます。今年も出場させていただきます。藤沢で練習しています。湘南の見た目です。特技はこれを受けると千年楽しく歌える効能があるカメカメハー。もうズボン脱がすな。今回歌うのは海のチンポーラと赤山。海のチンポーラは一度は聞いたことがある沖縄民謡らしい曲です。歌詞は割と大人向けでございますけど、赤山は旺盛を重ねる男女を情緒的に歌っています。この2曲はセットで歌われることが多く、海チンの勢いの良さ、赤山の切なさが聞きどころ、皆様どうぞ楽しんでくださいませ。ということで、エントリーナンバー最後になります。横島大会、え、大丈夫ですか。あ、そっか、最後だから先にインタビューですね、これね。そうですね、すいません、じゃあ明かりをつけていただけますか。はい、ごめん。女子の頭についてる髪飾り、かわいいね、どうしたのって振ってくださいってあります。ごめんなさい、今知ったの。だってさ、こんなの書いてあったって何が書いてあるのか今読んじゃったもん。あれ、かわいいね、それ髪飾り、どうしたのそれ。長女のかおりママが作ってくれました。長女、これ実はですね、海のチンポーラの遊郭の歌でございまして、一番の長女です、かおりです。何かありますか、メッセージ。はい、次女の梅子です。チンポーラがちゃんと、はい、あ、いいですね、チンポーラ巻きないですね。三女のトモコです。チンボールはそのちっちゃい女の子にはついてない特別な鍵ですので、鍵、鍵、はい、で、おかみの、すいません、はい、はい、メッセージあります。じゃあ、お客のとか言っちゃいけないですよね。はい、じゃあ、男性二人だから、僕たち、おかまだからついてません。何言ってるんですか、わかんないですよ。子供が笑ってるじゃないですか。はい、ではちょっと待ってくださいね。他もなんだって。はい、バタバタです。それでは、湘南三線のど自慢大会ラストエントリーとなります。曲目、あ、湘南ウミガメの皆さんで、曲目は海のチンボーラ、そして赤山です。どうぞ。Okay.